ゲムネパンフォは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、ロワールアトランティック圏のコミューン。県におけるゲムネパンフォの、一ドン川面積は、県最大のコミューンであり、中心部である、ゲムネパンフォの町のほか、ベレ・シュル・ビレーヌ、ゲヌブリの町も面積に含まれる。町は、ルドンの東約 25km にあり、ガブルの森の北端に位置している。ドン川がコミューンを流れる。 教会を接するコミューンは、アベサック、プレセ、ルガブル、マルシュルドン、コンクルイユ、ピエリック、マセラック、そしてイルイコールイコールビレ県のコミューン、ランゴンである。教区の名前は、852年に、ウーインモネット、852年か853年に、ウィンモネット、1123年に、ウェンモンドと綴られていたことが証明されている。この名称は、コブルトン語で、 白い山を意味している。現代ブルトン語で白い山を訳すとグエンベナズである。グエンが白、メネスが山である。偶然にもドーンの地名を持つのがモルビアン県のコミューン、ゲムネシュルスコルフである。ペナフオは862年にはレスパンフオと綴られていた。地名には3つの要素が組み合わされている。レマイナスはコブルトン語でリス、風格のある様。 または、宮廷を意味し、ペンは、塔または、単、てっぺんを意味し、ふは、ォと同じで、ブナを意味している。したがって、全体的な方向としては、ブナの森の端の宮廷を意味することになる。地元で話されるオイル語の一種、ガロホでは、ゲメナエペンフーである。ゲムネパンホの地方は、長いアイダブルターニュの影響を受けてきた。13世紀まで住民は、 ブルトン語を話していたが、オイル語の一つで、地域言語である、ガロ語が12世紀からこの地方に入ってきたようである。コミューンの土地代帳は、ブレイジファンという名称を記している。このことを、レオントリビエール司祭は著作、ゲムネ・パンホの歴史の中で、小さなブルターニュを意味するブルトン語をブレイズ・ビファンから、派生したのではないかとみなしている。 サンジョルジュ・ド・パンフォ教会の記録が示しているように、16世紀のパンフォは、ゲムネの小教区で、現在のコミューンのゲヌブリの町に相当する部分と、おおよそ一致していた。重要な歴史的事実が、何世紀にもわたって、多く起きた。1570年の事例を挙げると、シャトーブリアン通りは、王道と呼ばれていた可能性がある。なぜならば、通りを、 国王シャルル九世が早々たる人々、王太后カトリーヌド、メディシス、王妹マルグリットド,ド、バロは王帝安住公、アンリ、ギーズコーラを引き連れて通ったからである。しかし、私たちはこの地方が伝説の宝庫であることを確認する必要がある。その最たるものが、悪しき妖精カラボスである。ソースイコール1999年まで、LDH、イヘス、カシニー、 2004年以降は NSEE。ありがとうございます。